話を聞かない指揮官を黒猫の魔法でかぼちゃにしちゃうぞ的なハロウィンって感じかな。どっちでもいいって、一緒に楽しいことでも探そうよ指揮官。指揮官来た？びっくりさせる方法を思いついた？指揮官、このままぼーっとしてたら他の子と遊びに行っちゃうわよ。ハロウィンのお菓子配りね。これとこれ、あとこの味のを取っておいてくれないかな。仮装してびっくりさせるのって楽しそう。これがハロウィンの楽しみ方なのかな。となるとこの格好は微妙かな。にゃーってしたら猫っぽくなるよね。この格好でもあっちの仕事の腕は落ちてないよ。任務が難しい？私に言われてもね、別に私代わりにしてあげられないし。任務をこなせた？思ったより早かったね。指揮官のこと過小評価してたかも。手紙よ。読まないとどっか消えても知らないよ。トリックオアトリート。それを言うのは子供だけ？そんなのどうでもいいから早くお菓子ちょうだい。指揮官のような子は、やっぱり大好き。これから指揮官をいじめる子がいたら、私がバッサリ片付けてあげるね。委託組が戻ってきた？ちょうど手持ち無沙汰だし、出迎えてきてあげよっか。指揮官のような子は、やっぱり大好き。これから指揮官をいじめる子がいたら、私がバッサリ片付けてあげるね。
Thank you.
この格好でもあっちの仕事の腕は落ちてないよ。